どうブラザー、しらすゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアルベドの紹介ですね。で、今見ていただいた動画で1万7000ダメージ出てるんです。ちょっとあれは、源泉と、あとは、とつりが必要になってくるのと、今回ちょっと薬とかね、飲んじゃったんで、ダメージ伸びたんですけども、現状僕の状態で1万3000以上のダメージが出てます。で、無凸の状態だとしても、1万ダメージをね、狙っていって、源泉もそこまで必要ないっていうような、構成になってますんで、紹介させていただきます。はい。で、元素スキル置き火力補助タイプ、ビルドタイプ2つに分かれるんですけど、元素爆発連続タイプと元素スキル置き火力補助タイプ。キャラクターのこんな感じですね。能力、回心率と回心ダメージが非常に高くなってます。元素チャージ効率は振ってないですね。で、固有のステータスが岩元素ダメージになりますんで、もうそもそも岩ダメージがかなり高くなってます。これ、有給とかつけたいんですけど、つけたらもっと上がりますね。で、武器に関しては、この星3のなんとかの真剣ですね。星3武器使ってます。回心率、回心ダメージをここで漏れるんで、源泉が非常に楽になってますね。回心ダメージがここで漏れてて、回心率、これが、このキャラクターが HP90% 以上の時は、このキャラアルベドが退場中とかでも回心率上がりますんで、退場中ダメージ食らわないっていうことで、今回のアルベドに非常に合ってる感じです。この火力補助タイプの方だと元素スキルを使うんで、この回心ダメージの影響してくるこの武器か、あるいはこっちの腐食の剣ですね。新しい武器の腐食の剣、これがスキルダメージが上がるんで合ってくんじゃないかなっていうようなところです。その他はスキルに影響してくるところとかないんですけども、この残眼試作ってのが殴ってれば防御力がアップしてきますんで、これが精錬ランク5になって、40までやれば結構防御力は上がってくるんで、ダメージは伸びるんじゃないかなっていうので、候補にはこの3つぐらいでしょうか。で、生物、こちらバクトを使ってます。で、守護で防御力 30% 上げるっていう手もあるんですけども、計算すればちょっと分かると思うんですが、ダメージをね、1万以上に持っていくのであれば、守護に振らずにこっちに振った方が、スキルで攻撃する方のスキルダメージ、花を出す瞬間のダメージにも影響してくるんで、優秀なのかなっていうところになります。ただ、このテンポ上げると、刹那の花ダメージってやつがこうね、パーセントえぐいほど上がってきますんで、これが上がれば上がるほど防御力が高い恩恵が得られるんで、これが上がれば守護の方もね、効果に上がってくるんじゃないでしょうか。で、今、坂飛びになってるんですが、有給セットで厳選をしてみた方がいいと思います。はい。で、一応この生物の構成で非常に大事なところがあります。注意事項ですね。バクトをつけるところは、花と羽のところにしてください。で、花と羽のところと皆さんご存知だと思うんですけども、メインのステータスが HP と攻撃力なんですね。ここ固定なんです。ここの固定で HP と攻撃力アップで、今回の元素スキル置き火力補助タイプのアルベドって、ここレベル上がってもあんまり意味ないんですよ。なので、ここはサブステータスで防御力と回心率回心ダメージが触れていれば OK です、この2つは。なので源泉が鬼楽ですね。これ1個ぐらいしか僕作ってないですね。たまたま乗ってるやつに適当にぶっ込んだだけのやつで、この2つでバクトをやって元素スキルダメージを 20% 手に入れちゃいましょう。で、右の3つに関しては防御力、回心ダメージにしましょう。で、回心率は他のサブステでなんとか盛ることにするのと、こっちの剣の方で 28% 盛れるんで、最終的には 60% 近くには適当にやってもなりますよっていうような設定。50% 以上であれば問題ない。で、ここを防御力に振って、まずスキルダメージを上げていきますよね。で、さらに防御力の数値の方と回心率回心ダメージが乗ったら優秀。で、ここ、岩ダメージバフにしないのっていう話もあるんですけども、元素爆発の方でね、ダメージを狙っていくわけじゃないんで、僕はここは
防御力を上げて元素スキルのダメージを上げていくことにしました。まあこっちの元素岩元素の作ってダメージを伸ばすこともできるんですけども、やっぱり防御力を上げないとなかなかねそっちのダメージが伸びなかったんで、ここの2つはそのスキルで置き型スキルで戦うんだっていう設定であればやっぱりこっちなのかな。ただ全体的なダメージ量、岩ダメージ量を上げていきたい。例えばスキルを出した時のダメージと元素爆発のダメージ両方とも上げていきたいってなったら岩ダメージですけど、僕は今回特化させたんでこう防御防御にしましたね、うん、でこちら会心ダメージ、ここは会心ダメージがいいですね。会心率は剣の方で非常に漏れてますんで、会心率がついてなおかつ防御力パーセンテージのついている会心ダメージ盛りのものであれば大丈夫です。でこの左の2つ、真ん中と右2つ目のこの2つで防御力で厳選する理由の1つとしては、岩ダメージバフって厳選するの非常に大変なんですよなので防御防御にすれば厳選が楽ですね。なのでここで悠久の防御防御をつける、厳選楽で、右の方の会心ダメージは厳選が大変なので、右の方はフリー枠、真ん中とこの聖杯のところは防御の悠久で、左のバクと花飾り、これは旧貴族のダンジョンで手に入りますんで、旧貴族ねみんな集めるの好きだと思いますんで非常にこれでいいんじゃないかなっていう。でもう一つ、まあこれでビルドの方の説明は終わったんですけども、この天風の方で上げていくもので重要なのがやっぱりこっちの創生術の方ですね。スキル1個上げるとまあ 14% ぐらい防御力に対しての刹那の花のダメージが上がります。この刹那の花ってやつがさっき出た1万7000ダメージ出たものなんですけども、これが2秒に1回生成することができるんで、バババって殴りまくってれば2秒に1回はそのダメージが敵に乗るという、退場中も乗っていくっていうような非常に優秀なものです。今回これを基盤としてやってます。で添付の固有添付で敵の HP が 50% 以下の時にこの刹那の花、これのダメージ量が 25% 上がるんで、相手の HP が減ってきた時にもまたこれかなり優秀だと思います。であとは元素爆発の時に元素熟知が125上がりますんで、まあ、元素爆発を打って蒸発をかけていって味方の火力補助などをするっていうのもかなりやりやすいキャラなのかなと僕は思います。でアルベド強いところは元素付着が残るんですよね。この元素付着が残るっていうのは前の動画で説明したんですけども、例えば水属性のついてるものに対して、火属性でもいいんですけど、火属性がついてるものに対してさっきの元素スキルの追加攻撃で岩をボコってやりますよね。その時に乗ったままになるんですよ。元素が残ったままになるんで、追加ダメージで炎を与えた時にかき消されないんですよね。かき消されないから、その次の瞬間にもう一発なんか元素の攻撃をすると、それが蒸発を起こして元素反応をできることができる。だから一手無駄にならないで済むんで、まあ味方の火力を邪魔しないキャラクターなんですよね。他のなんかキャラクターとかで岩元素つけていくと、それが帳消しにされてしまうキャラクターとかもいるんで、まあそれに比べると非常に他のキャラクターとの連携が取りやすい。しかも固有テンプのこの元素熟知125アップするっていう、これがまあ邪魔しはないのかなっていうふうに思います。なので非常に強くて優秀だと思いました。はい。であとまあ生物の説明も終わって、今元素付着の説明も終わりました。でこちら出場中と退場中なんですが、まあ岩共鳴のダメージもこれ乗ってくるんですよね。岩共鳴ダメージっていうやつは
ちらの、はい、不動の岩の、シールドが存在するとき与えるダメージが 15% アップすると。これが一応乗ります。はい、乗るんですけども、これは出場中でしか乗らないです。なので退場していってしまうと乗らないんで、まあマルチとかでアルベドがずっと出場して戦う系とかであれば、こっちの岩共鳴狙っていってやるのもありだと思いますけど、退場するので、もう基本的に他のキャラクターで殴るやつの補助って感じになるんで、岩共鳴わざわざあんまりする必要が今の時点ではないかな。将来的に岩共鳴すると相手の岩属性の耐性が下がるっていう効果が実装される可能性があるんですが、それがなった時はまあいいのかな、岩共鳴を使っていってもいいのかなと。他のキャラクターで殴る場合もね。で、退場中とかでも、例えば燃焼ダメージとかあるじゃないですか。要するに草が燃えてダメージが敵に入ってる。あと暖流戦かな、タルタリアが何もしないで暖流の効果が爆発すると、暖流状態の相手にチャンチャンってなんかなるじゃないですか。あれとかでも刹那の花の効果が乗って2秒に1回ダメージ入ります。だから草を燃やしまくったら、その上で相手は2秒に1回1万7000ダメージとかが乗るわけです、はい、なので退場中出場中とか の組み合わせの考え方もかなり重要だと思います。で、退場出場中で岩共鳴のシールドの状態、これが乗る乗らない話したんですが、アルベドの6凸効果がシールド状態にあるときに与えるダメージが上がるっていう効果があるんですが、まあ要するに今と同じ内容でいくと、これが意味がない感じになります。アルベドが出ていないとダメになってしまうんで、今回のビルドの場合は3凸でいいかなっていうような感じですね。まずは1凸で2秒に1回元素エネルギーが 1.2 に回復すると。で、2の方で、まあ、元素爆発に影響するやつなんですよね。まあ、刹那の花が2秒に1回花びらが 1びらずつこう溜まってって、4びら溜まったらアルベドの防御力の 30% 分のダメージが上昇すると。防御力が高ければ高いほどっていう感じに2凸でなるんで、まあ、防御力が高くないとなかなか上がっていかないのかなっていうところもあるんで、結構難しいんですよね。なので今回は厳選が難しいってことで、元素スキル置きタイプ、火力補助タイプってのにしました。で、この3凸になると、この元素スキルがレベル3上がるんで、これでかなり伸びましたね。で、4凸はこれ将来的に実装されるそのジャンプ落下攻撃が得意なキャラクターがいるんですけども、それが実装された時のために4凸にしておくのもありかなと思います。で、こちら元素爆発を主に使っていくタイプの方であれば5凸を狙っていきましょうと。で、結晶反応で生成されたものを手に入れた時にやる。なので元素爆発を打つ時って出場中ですよね。なので元素爆発系の方であれば6凸を狙っていくのがいいのかな。ただやっぱり無凸でもできて作るコストが低くて、っていうことを考えていくとちょっと難しいのかな、って思いますね。6凸狙っていかないと真のアルベドの元素爆発回転タイプが味わえないんで、まあ、インスタントに味わえるのであれば元素スキル置き火力補助タイプの無凸でも味わえる、無凸でも1万以上のダメージを継続的に与えれる、こっちの方がね、ビルドとしては紹介しやすい。で、コストも非常に低い。ね。ということで今回こういう形でお話しさせていただきました。よかったら参考にしていただければと思います。一応こんな形でアルベドの全部になるんですけども、
まあ大きく分けてこういう、まあなんだろう、ビルドが存在してますっていうところ。まあ難易度は高いですよ。あの元素爆発タイプのビルドを作る方が難易度が非常に高いということだけお伝えしておきます。はい、はい、じゃあ以上になります。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。生放送僕よくやってるんで、コメントしに来てね、絡んでいただけると非常に嬉しいです。でツイッターの方もやってますので、よかったらそっちの方でね、あの新情報とかどんどんつぶやいたりしてますんで、よかったらそっちの方のフォローバックさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー、ありがとうございました。